んにちは。CRS のまみこと荒川です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回また低走行の中古車が入ってきたんでご紹介の方していきます。はい、ではこちらの車を紹介していきます。はい、はい、こちら30年式スーパー GL ですね。で、2000cc 肉のガソリン5人乗りになります。はい、はい、ちょっとパーツの方を紹介していきます。はい、もう見た感じね、すごいカスタムしてますね。そうですね、もう前、横、後ろと、まあ、カスタムパーツ満載の車両になってるんで、ね、一個一個詳しく紹介していきます。お願いします。はい、まずボンネットですね。はい、こちらが M テクノさんの貼り付けタイプのボンネットですね。はい、でそのまま下行ってもらうとヘッドライトカバー、うん、はい、がついてます。で、グリルなんですけど、これ塗装とかでなく、これもカバーです。カーボン系のね。はい、カーボン系のカバーになってます。はい、セーフティセンス付きです、この車両は。まあ年式がね、新しいですもんね、これね。30年なんで。はい、はい、で、フォグランプ、フォグランプの周りに、フォグランプの周りのカナードみたいなのついてますね。これもカーボンでね。はい、カーボンで。で、フォグランプにもレンズカバーが装着されてます。上と一緒で。はい、そうですね。で、フォグランプの方が、LED の方に変わってます。はい、はい、そんな感じです。で、一番下ですね、こちらリップスポイラー、フロントリップスポイラーがついていて、フロントにカナードがついてるんですけど、こちらもカーボン調のカナードがついてます。うん、もうカーボン揃えてますね。そうですね、白とカーボンと、あとプラス黒ですね。うん、の3色で結構いいデザインができてるんじゃないかなと思います。フロントからバッチリ決まってますね。はい、もうバッチリ決まってます。で、サイドいきます。はい、で、サイドなんですけど、まあ、サイド至ってシンプルに見えるんですけど、実はドアノブですね、こちら、右側も左側も、あと後ろですねのガーニッシュまで全部ドアノブ塗装というのがされてまして、こちらがマットブラックですね。はい、はい、で、ここもそうです、ドアノブプロテクター、これもカーボンでついてます。うん、どうでしょうね、細かいとこまでね、こうやってカーボンを使って塗装もかけて、そうです、そうです、ね、かっこよく仕上げてますね。はい、で、まあこういうですね、はい、こちらちょっと見ていただきたいんですけど、こちらに SX のEC18 インチブラックポリッシュですね。うん、はい、の18インチに東洋 H20、 あ、50のタイヤ、50のタイヤです。おお、で、ローダウンが3インチです。3インチね。はい、で、構造変更 OK なので車検も OK ですね。はい、はい、で、サイドライナー、これ見てほしいんですけど、え、これももしかしてカーボンです。カーボン、カーボンです。めっちゃ良くないですか、この車ね。え、もうバッチリちゃうんですか。で、まあ、この上行ってもらったら小窓ついてないんで、この車はパワースライドがついてます。はい、はい、で、そのまま後ろ行ってもらって、後ろ紹介する前にまずここ行っておきましょうか。バンパー変わってるんですけど、こっからもうカーボン始まってるっていうのだけ覚えててほしいです。おお、はい、で、そのままこっちに来てリアバンパーですね、こちらも変わっていて、カーボンが付属でついてます。バッチリですね。バッチリです。めっちゃかっこいいですね。マフラーがこれマフラーカッターになるんで、純正マフラーにマフラーカッターとしてこの形のものがついてます。はい、はい、で、まあ、上行きましょうか。ミラーホールカバーついてます。うん、はい、で、ハイマウント LED のスモークタイプですね。はい、はい、で、そのまま下行ってもらうとテールランプもスモークタイプの LED に変わってます。ああ、ここも統一させてね。はい、うん、で、エンブレムリアガーニッシュ、これも全部マットブラックになってます。外装バッチリですね。バッチリですね。え、いじるとこないぐらいですね。え、はい、じゃあ中行きましょうか。中行きます。中はちょっと暗いね、照明当てますね。はい、中なんですけど、中はこういうふうに2室マットがついてます。なんでこれ上げてもらうとめちゃめちゃ綺麗なものが出てくるんで。綺麗ですね。はい、まあこれはこの上に使ってもらって、これを汚す感じで荷物などを積んでいただいた方がいいかなと思います。これあれですね、水拭きとか全然できますね。そうですね。ね、まあ、これも全然汚れたらタオルで拭いてもらうこともできますし、水洗いもできるんで。で、ここ切ったらベッドキットもね、取り付けできるし。そうですね、その状態から取り付けできますね。いい感じにね。いい感じです。じゃあ2列目行きましょうか。はい、2列目行きます。で、もちろんパワースライドドアの自動で開閉されます。はい。はい、で、まあ、この車両スーパー GL なんで、ダークフレームとは少し違って、この辺が全部ハーフレザーじゃなくてモケットタイプのシートになってます。はい、はい、これも人気なシートですね。で、なんといってもこれフロアマットがおしゃれですね。フロアマットの色がね、なかなかおしゃれで、はい、まあ、オレンジと
なんて言ったんですかね、アイボリーってことですか。うん、はい、いい色になってます。ということは前も一緒で。そうです、前も一緒です、うん、結構これだけで足回り、まあ、おしゃれじゃないかなと思いますね。ね、はい。で、今回この車両ナビはないんですけど、はい、ボーディングミラーもなしです。はい、はい、でオプションで言うとステーリングスイッチ、ステーリング、はい、で、まあ、プッシュスタート、プッシュスタートね、はい、で助手席エアバッグと 100V コンセント、あとパワースライドドアもオプションですね。あとセーフティーセンスもオプションです。うん、はい、でオプションは、防炎ミラー以外は全部ついてる感じですね。 LED のヘッドライトもついてたしね。はい、そうですね。これまあナビとかやったらね、今ビッグ X 入れてもいいですよね。最近ねちょこちょこ中古車にナビがない状態の車両っていうのを置かせていただいてるんですけど、はい、まあ、理由としてお客様に選んでいただこうかなと思って。まあ、中古車ってやっぱね年式古かったらナビも古いってなるからね。でもナビがついちゃってると、まあ、一旦それでいいわっていうお客様もいてるんで、うん、まあ、こういう風に何もない状態であれば初めから最新のものをつけれるかなと思って。いいですよね、はい、それね。これ走行距離は、走行距離これ2000キロです。え、2000キロです。2000キロ、はい、2万キロじゃなくて2000キロ。2000キロです。全然走ってないじゃないですか。間違いながら一応見ときますね。いやほんまにゼロ、いや、どう見てもそうですね。2226キロですね。ああ、ちゃんと当てましたね。ちゃんと当てますね。めちゃめちゃ若いですね。紹介してる僕も不安になるぐらい、走ってない車両ですね。ねえ。はい。結構、ね。こんだけカスタムして、高年式でめちゃめちゃ低走行。そうです。で、主にこの車両は MTS さん、M テクノさんですね、のパーツを使用して、いう車両になってますね。で、うちのね、ホイールをつけて、そうですね、うちのホイールをつけてるという感じですね。はい、はい、ほんなら最後にこの、はい、金額を、この車の車両本体価格は349万円です。こんだけカスタムして、そうですね、30年式の2000キロです。安いっすね。めちゃめちゃ安いと思います。ここまでね、純正から作っていこうと思うと、うん、かなりの金額とお時間がやっぱかかってくると思うんで、はい、そこが中古車のメリットじゃないかなと思います。そうですね、はい、今も早めのお問い合わせいただけたらね。はい、早めのお問い合わせお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。